はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは、星野さん。はい、今日は千曲市、はい、ここは情報館に来ていただいておりますけども、はい、後ろにすごいものがこうあるということで、はい、ちょっとご紹介いただけますか。あ、そうですね、あの12月の中旬予定で、はい、千曲市の循環バスが新しく、走るんですけれども、はい、そのラッピングに私の作品が、使用されています。ほうほうほう。今回その色の特徴というか、まあ、いつもの千尋カラーだと思うんですけども、なんか特徴としては何かこう変わったところってあるんでしょうか。そうですね、あのことぶきアリーナ の作品を原画として使用してるんですけれども、はい、あの左右、春夏秋冬で、全く原画 の色が違うというか、あの、はい、はい、左右対称ではなくて、はい、あのどちらを見ても楽しめるようなあのラッピングになってます。なるほど。なんか千曲市を巡回するバスということで、なんか巡回するのが楽しくなるような、そういう思考になってると思うんですけども。そうですね、はい、あの千曲市もあの被災して、はい、まだ大変な思いされている方たくさんいらっしゃいますので、本当にあの街を明るく、人の心を明るく、あのバスが少しでもできたらいいなと思って、今回協力させていただきました。まあ、ここ数年でしょうかね、特に千曲市のこう貢献というのが涼しいなと思うんですけども、はい、振り返ってみてどうでしょうか。そうですね、あの本当に地元千曲市で、初の展覧会が、今回の、大規模な展覧会になったんですけれども、はい、あの本当に町の方たちに愛されて、あの背中を押していただいて、あの成功することができたので、はい、あのそういう思いも含めて、あの地元でこういったことが、できることはとても嬉しく思ってます。なるほど。まあ、そしてもう12月になるわけですけども、来年に向かって、ちょっと早いですけども、はい、どんな抱負を持っておられるんでしょうか。そうですね、あの、まあ、年間の3分の1ぐらいはあの海外に出て、あの、まあ、まだ貧しい国の子どもたちに、ワークショップしたりとか、はい、壁画を描いたりとか、少しそんなことを頭に描きながら、今はゆっくりしています。あ、今はゆっくりということで、はいはい、でも来年もいろいろな企画が、そうですね、あるわけですよね。はい、海外にもこうまた。そうですね、まだ何も決まってるわけではないんですけれども、はい、あの、まあ、海外に少し進出していこうかなというふうに思っています。千曲市の地盤を固めながら、またさらに海外へこう、はい、飛び出すというか、はい、そういう、まあ、千曲さんに、はい、まあ、期待をしたいと思います。はい、今後ともぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。